皆さん、あの大谷翔平ですらまだ超えたことのない壁があることをご存知ですか？それはゴジラの壁です。What's up, guys? どうも、金田です。3月5日現在ですね、ドジャース大谷翔平はここまでオープン戦に出場して7打数5安打、打率7割1分4厘1本塁打、 OPS はなんと 2.207 という形で完全にバグを起こしてますね。でも実はこれ以上にですね、ヤンキースに移籍したフアン・ソトがもっと OPS バグを起こしてます。冒頭でもお伝えしましたけども、未だ超えられていない日本人のシーズン記録があります。今日はですね、その壁を紹介しますね。昨年の記録、打率3割4厘44本塁打95打点とですね、成績を残した大谷ですけど、日本人のシーズン打点記録は大谷翔平ではありません。そう、松井秀喜さんがですね、2005年に記録した116打点がトップなんですね。実は日本人のこれまでの打点記録はですね、1位から4位まで全て松井秀喜さんが占めています。大谷翔平はですね、46本塁打を放った2021年ですね、この年の100打点が自己最多で、松井氏の2007年の103打点に続いて5位なんですね。2005年の松井秀喜さんはですね、本塁打こそ23本塁打なんですけども、打率はですね、メジャー最高の3割5厘をマークしてですね、あのタレント揃いのニューヨークヤンキースで中軸を務めてですね、アレックス・ロドリゲス、ゲイリー・シェフィールドといったですね、強打者と共にですね、100打点トリオを形成したんですね。ショートにはデレク・ジーターがいて、まさにスター軍団だったと思います。大谷はエンゼルスでですね、昨年低迷する中で一人頑張ったっていう形ですけども、今季はですね、皆さんご存知の通り、ドジャース・ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンと共にですね、ラインナップに名を連ねている大谷ですけども、昨年はですね、チャンスで打席が回ってきてもですね、やはり敬遠で勝負を避けられることも多かったんですけども、後ろにですね、2020年のナ・リーグ MVP フレディ・フリーマンがいれば、これは相手は簡単に敬遠策取らないと思います。正確に言うと取れないですよね。大谷翔平とフレディ・フリーマンを比較してもですね、フレディ・フリーマンの方が穴が少ないと言いますかね、そんな印象を受けるフレディ・フリーマンが後ろにいることは、大谷翔平が松井秀喜さんの記録を更新する上ではですね、最高のですね、後ろにいるバッターと言えると思います。松井秀喜さんの記録に戻りますけども、あの116打点っていうのはですね、実力はもちろんのことなんですけども、打点というのはですね、チームメイトに恵まれない限りですね、増えていかない数字なんですね。あのヤンキースの黄金世代のメンバーにですね、比べれば足元にも及ばないチームだったじゃないですか。2005年のヤンキースは1番からデレク・ジーター、2番にエイロッド、3番にゲイリー・シェフィールド、そして4番に松井秀喜。相手からすればですね、チャンスでこう敬遠したいっていう場面があっても、その後ろに最強のバッターがどんどん待っているわけじゃないですか。今年のドジャースはあの黄金世代のヤンキースに太刀打ちができるメンバーが揃ってますよね。ということは、まあ、大谷翔平が今年松井秀喜さんの116打点を超えていくっていうのは十分に考えられる数字だと思います。メジャーリーグ公式ホームページでは大谷翔平の今シーズンの記録を予想しています。146試合に出場して、本塁打は38本塁打、打率122打点ですね。やはり松井秀喜さんの116打点を超えている予想をしています。打率は2割5分9厘。さあ皆さん、ここをですね、どう予想しますか？松井秀喜がですよ、2005年に116打点を記録した時の打点王は、レッドソックスのデイビッド・オルティスの148打点ですよ。148ですよ。そして2位にマニー・ラミレスの144が続いているんですけども、それを考えると122打点以上いくんじゃないかなと僕は思っています。まあ、他の数字でもですね、松井秀喜さんが持つ日本人メジャー通算本塁打ですね、175本塁打にあと4本に迫ってますから、万全の状態であればシーズン開幕の直後4月にですね、記録を更新するんじゃないかなと思っています。では皆さん、今シーズンの大谷翔平のですね、活躍、シーズン成績を予想したものをですね、コメント欄にどんどん書いてくれると嬉しいです。最後にですね、最近ちょっと動画上げられなくて本当に申し訳ないです。実はちょっともう一つ進めている仕事がございまして、そっちの方に時間を取られてまして、
時間を作れればまた上げていきますので、また皆さんどうぞチャンネル登録とご視聴をよろしくお願いします。では今日はこんなところで See you guys.